はい、えー、皆様こんにちは、えー、今日もたくさんおいでいただきまして感謝しております、えー、実は昨年の夏群馬県の高崎というところに卵ホールという、まあ、コンサート会場みたいなのがあるんですね300人ぐらいいるところです当日外気温42度でしたゆで卵ホール <laughs> 名前変えるやというふうに冒頭申し上げたんですがまあこれ終わった後で、えー、主催者が気を利かしてくださいまして本の販売コーナーを作ってくださったんですねまあ私の本をこのサイン入りということでねえー、買っていただくためだったら何でもします <laughs> えそれでサイン付きということでですね皆様にあの買っていただいたんですが 自分のサイン入れるだけではなくて、買ってくださった方の名前を入れるというふうにしておりますので、まあ、えー、安倍さんですかとか、何々さんですかとか。で、その前に立たれた方がですね、田辺ですっていうふうにおっしゃったので、田辺さんいや、私の住んでるところね、田辺なんで、いやー、奇遇ですねとか言ったら、いや、難しい方の田辺ですとおっしゃったんですよ。 皆さんあの田辺のべね平行四辺形の辺辺境の辺あ,あれ難しい方読めますけど <laughs> 書けませんよね。でうーんと詰まってたら「あのよろしければ覚えやすい方法があるんですけど」って言って教えてくださったのがね田辺ですよね。自ら 穴の方に侵入する <laughs> もぐらかよと、まあ、でもね一発でで覚えたんですで実はね人間ってね記号を暗記することは増えてなのですが一つの文字の中に意味や物語が読み込めてくるとねスッと入ってくるんですね。 おそらく皆様も書けると思いますよ。<laughs> 人は意味に反応する。意味を追い求めている。逆に無意味に耐えられない。意味のないことは耐えられないんですが意味のあることであるならば少々負荷がかかったりしんどいことであったとしてもやり抜くんじゃないですか。実は聖書の神様は。 唯一の神なのですが、名前は唯一じゃないんです。聖書の神は唯一の神様ですが、たくさんのお名前を持っている。一つの名前では表しきれないほど豊かな側面をお持ちの方なんですが、そのうちの一つはロゴスという名前です。ロゴスってどういう意味か意味っていう意味なんです。神とは意味の根源です。 なぜ人は意味に憧れるんでしょう意味を追い求めるのでしょう意味である神に作られたからだって言うんですね。まあ、あるこの教理問答集みたいなのを見ますとね、人生の目的、人間が作られた目的とは、神に愛され、神を愛し、神を喜ぶことであると書いてましたね。 神を愛することは最高の美徳である。最も良い方を愛するというのは良いことを愛することですから、それは美徳だと書いてました。そして神に愛されるということは最高の祝福である。そして神を喜ぶことは何よりもの力であると書いてあるんです。まあ、実はね、長男がね、まあ、ちょっとここにおるんですが。 死を喜ぶと書いて力と読ませました。聖書から取ったんです。あなた方の死を喜ぶことはあなた方の力であるという言葉があって、もし神様というお方、全知全能者が自分にとって喜びと思えるような関係の中に立っている人ってやっぱりパワフルだと思いますよ。 ところで私の好きな詩人で、金子ミスズという女性詩人がいるんですね。この人クリスチャンじゃないんです。不遇な人生の方でね、26、歳ぐらいで自治されるんじゃないですか。でも彼女の死の中に時々神様が出てくるんですね。その死の中に蜂と神様という詩があるんです。 蜂は花の中に。花は庭の中に。庭は土塀の中に。土塀は町の中に。町は日本の中に。日本は世界の中に。そうして、そうして神様は蜂の中にっていう詩なんですよ。まあ、神様という方は、どんなに大きいものよりも大きく、 また、どんなに小さいものの中にもいるということなんですが、これ最初に厳密なことを言いますとね、聖書の世界観じゃない。聖書の新観ではありません。どんなに大きなものよりも大きい方であるというところは、聖書が語っているところですが、蜂の中にはいません。蜂のように小さなものにも目を留めておられるというのであれば、聖書的ですが。実は日本人はね、 神羅万象すべてのものの中に神が宿るという考え方がある。だから大きな木や変わった形の岩や滝や山も神が宿っているということで拝むでしょうそうなってしまったら片っ端から何でもかんでも神様になる。蜂の中にも神がいると言ったら蜂を拝むようになるんでしょうね。それは違う。蜂に命を 与えて生かしているる神はおられるしかし鉢の中には神はいない神と被造物は別ですところがね聖書の中で例外的に人間の中にキリストが住むという約束があるんです誰でもイエスキリストを信じるならばただ単に神様のこの立場を与えられただけではなくただ罪許されたというだけではなく その信じた人の肉体の中に、イエス・キリストが霊として宿るって書いてあるの。つまりクリスチャンというのは自分の体の中に自分の人格と自分の人格以外にもう一つ、キリストを宿している。つまり私という縫いぐるみの中にキリストが袖を通しているような感じクリスチャンの中には、キリストが宿っているのだ。 と言うんですねで今日はその自分のうちにキリストを宿していると言い切った人物そして彼にとってキリストとは一体どんな方なのかということを紹介している見言葉からご一緒に考えてみたいと思います。ガラテア人のの手紙の2章20章えー、前のスクリーンで私も聖書を開いてるんですが 見えないんです、ね、それで葉月ルーペを持ってきたのですがちょっとこれやぼったいのでちょっとかけますとですねはいよう見えるこれ2章の20節からお読みしましょうえ紙、ー、の聖書では377ページまたお持ちでない方は前のスクリーンをご覧くださいパウロという人物が 自己紹介しています。こう書いてます。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において、すなわち肉体において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった、 神の御子に対する信仰によるのです。と書いてるんですね。私の中には生けるキリストが住んでおられるのだ。 全知全能の神を宿しながら私は生きているのだと言ったのですが彼の内側に宿っているキリストってどんな方なのかということを3つの観点で語っています。まず第1番目に私を愛してくださった方。先ほど人間が作られた目的というのは神に愛され神を愛し神を喜ぶために作られた。 アメン。私もそう思いますね。でも神に愛され、神を愛し、神を喜んでる人ってどんな人でしょう。そんな人に出会ってクリスチャーになったという証を、つい先日本人から聞きました。実はね、1984年ぐらいからね、このアフリカで大飢饉が始まるんですよ。 それでアフリカの飢餓をなんとか救おうということでね、マイケル・ジャクソンがね、We were the world っていう曲作るんです。これ、あの、うなずいてる方はね、ある一定の年齢以上の方なんですよ。<laughs> 若い人は、ああみたいな。約40人のロックスーパースターが集まってね、でみんなで会社、We were the world って言って。ロッド・スチュワートもおったもんね。で、 と2000万枚売れたでしょ2000枚じゃないんですよ2000万枚アルバムを売れるんですが実はこの時ね日本でも何かしようという形になりましてそしてついに、えー、日本テレビ史上初めて24時間ぶっ続けテレビが始まるんですよこれがね24時間テレビ 愛は地球を救う。テレビの前のあなたが主役ですって覚えてはれへんで、そのスタッフで、JICA の職員となって、エチオピアに行った方と、つい先日、しゃぶしゃぶ食いながら、お話を伺ったんですが、いやー、痛快でしたね。 で、そのね、24時間テレビって、まあ今でもやってますよ。チャリティ番組なんです。要するに視聴者の皆さんからの寄付金、募金を募って、そして、えこの恵まれない方に送りましょうということで、それやるわけですけど、それ始めた時ね、なんと日本武道館に何千台の電話とオペレーター待機させてね。で、全国からかかってくるアフリカ基金のために使ってくださいいう、それを受け付けるというね。 そのスタッフ、スタッフというか、制作者。ところがですね、もう、ものすごい金額のお金が集まったんですが、そのキャンペーンが終わりますと、全国からクレームの電話が殺到したっていうの何がクレームであるかと言ったらですね、実はこの時に集めたお金っていうのはね、アメリカのある有名な事前寄付団体に、 送って、その期間を通して、アフリカ基金に、えー、必要なところにお金が行くということなんですけれども、まあ、お金を送った日本人たちがこう考えた。なんで顔の見える寄付せえへんやと。日本人のお金で寄付した、その義援金をね、なんでアメリカの慈善団体に送るんそら最終的に必要な人の手に渡ったらいいっていうのは、それわかる だけど日本人だってアフリカのことを考えてるんだという自分たちの顔が見えるような寄付金ということをなぜできるのかとどうして自分たちで慈善団体を打ち上げて立ち上げてやらんのかというそれでね、まあ、日本テレビ系です日テレ系なんですよこれ24時間テレビってでディレクターが「そのとりだ!」っつって言い出して「我が社から」 アフリカの中でも一番ひどい危機のエチオピアに社員を送ろうって、そんないくやつおるんか。おりますは言うてね。その N さんという方が白羽の矢です。この N さんという方ね、あの北大なんです。なんで北大行ったんですかと言ったら、その高原さん決まってるじゃないですか。ボーイズビーアングシャス。少年の大将いだけ。もうね、それだけでね、痺れる。 名古屋の方でしたがもうフロンティアスピリットとねこのボーイズ・ビ・アンビシャスというその言葉にとにかく北海道大学に行ったら夢が開けると思って行くんですがその当時まだねいわゆる角丸とか中核派とか全教頭とか寮に入ったら。 7年生8年生ゴロゴロいってる。まあそういうね、量産博みたいなね、そんな時代があったんで、今の大学生たちがもうね、いかつい、いかついんですよ。で、彼はそこから、まあテレビ局の方に行きましてですね、で、昔からね、飢餓問題とか、自然災害の問題とか、何か、えー、不平等の問題解決したい、まあそういう理想があるからこそ北大に行ったんですけれど、 お前そういつらそんなこと言ってたよなってことでね。夢を実現させたるという。いや、テレビ局の都合や、それは。行けーいうことで、なんにも知らんのに。とにかくエチオピアに着いて、ホテルに入ったんです。その時のエチオピアっていうのは、社会主義国、つまり無神論なんです。そしてドルがない、外貨が欲しい。だから、 ドルをエチオピアの通貨と交換するときには1ドル1セントに至るまで正確に申請しなければ全部没収されるというね。で、ホテルについてまず外貨をこのエチオピアの現地通貨に交換しようと思って行ったときにホテルの玄関のところにガリッガリの少年がいてる。ボロをまとって 痩せ衰えて、うつろな顔、うつろな目つきをして、そして自分の方に近づいてきてね、現地の言葉でね、何しゃべってるか分かんない。左手でお腹を押さえて、右手でこうやって差し出して、何かが、何か言ってる、何か言ってるけれども、彼はね、共感。 したいと思って、自分も同じように左手でお腹を押さえて右手でこうだ出しながら、あなたの言ってることが何なのかよく分かりませんって日本語で言ったそうですよ。うつろな顔して、自分の方もガーッとやった瞬間にね、その少年が、うわぁって驚愕するんですよ。 そして突然ですねこかこ、ボロボロの服をあっちこっちポケットをこうやって出したうもうなんか大騒ぎになって、そしてようやく1セントコインを取り出すと、右手首を左手に添えて、これはね、あの敬意を持って相手に何かを出すときにそうするそうです。左手で添えるんですね、こうやって。1セント渡すの。 はなんかわけわからないので、その時に通訳の人がやってきたので、ちょっとこの子を何してるのちょっと通訳して。いや、君、あの、物恋のために私に近づいてきたんじゃないのそうでしょと言ったら、はい。3日間食べてません。6歳ぐらい。3日間ぐらい食べてなくって。 お腹ペコペコで家族もヘトヘトでそれで家族は外国人が泊まるホテルのところに行ったら何か恵んでもらえるかも分からんからということで僕をホテルの前に送りましたそうしたら外国人のあなたがロビーのところまで降りてきたのでそれであなたのところに物乞いに行ったのですでも急に うつろな顔からなんかすごい必死になってポケットをまさぐって一銭湯僕に渡してくれたけどあれ何なんなんって言った時にいやあなたを見た時に本当に驚いたんです私は飢饉の国に育ってるので3日間食い物がなくてお腹ペコペコだけどあなたは外国から来てるのに お腹がペコペコだと言ったって言ってへんし。だけど、左手でお腹押さえてね、こう右手でこういうジェスチャーしたでしょ。もう腹ペコで死にそうやーという意味らしい。こちらは共感の意味でやったんですけど、この人もお腹ペコペコなんか、と思った時に、見言葉が来たって言うんですよ。見言葉が来た 毎日うちの家ではお父さんが精子を読んでくれるんです。この間お父さんが読んだ箇所に下着を2枚持っていてもし下着を1枚も持っていない人がいたらそのうちの1枚をあげなさいって聖書に書いてある実は僕ポケットに1銭とこうか家に1銭とこうか2枚持ってるんです。 私の目の前に、身なりはいいけれども、飢えて死にそうな外国人がいている。この人に、二枚あるうちの一枚を渡さなければならないと思いました。そして渡したときに、嬉しくて嬉しくてたまらなくなりました。だって、僕を通して神様の言葉が成就したんですから。神の言葉ちょ、ちょっと待ってくれと。ちょっと待ってくれと。 あのちょっとカフェ行こうとそこでねごちそうするからと,とにかく行こうと詳しく話を聞きたいということでね、まあ、そこでね紅茶を出してパンも思いっきり食べてもらってねそしてもう満腹しながらこの6歳の少年がまた行ったんです見言葉が来たって「またかよ」と「今度何なん?」って言ったら。 イエス様はこうおっしゃいました。神の国とその義を第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて必要なもの、着るもの、食べるもの、飲むもの、全部与えられるって書いてある。その御言葉が今成就してます。ご主人、このパンと紅茶、私ご馳走してっておねだりしましたかしてない。ただあなたが。 ででそのよようにしてくださったんですよね。僕は一銭と差し上げることによって神の御言葉に従ったら有り余るほどにパンと紅茶で今満たされています神の国とその義を第一にしたらこの世に全てのものが与えられるという言葉が今実現しています神様のイエス・キリストの言葉はまことに真実です っって言った時にイエス・キリストって神なんそん時ね今までのどの瞬間よりも大きい声でね「そんなことも知らないんですかー! <laughs>」<laughs> ちょっと皆様にも言いたい時があるんですけど「<laughs> そんなことも知らないんですかー! <laughs> そ時ね」みたいな。 しっかりこのエチオピアの一般人の素朴な信仰にね引き込ままれてしまうんですそしてね実は彼は自分の人生の目的なかなかわからなかったそれでエチオピアに意見を言うた時に何で来たかといったらね恵まれた国から恵まれない国のところに行ってその国が発展するために何かを支援するというのはね自分の空虚な生きがい感を満たすのに。 ヘッ取リ早い方法だったけど、それをやりながら何とも言えない、俺はやってやってるという気持ち俺、いいことしてるという気持ちその偽善的ななんか、いいことしてるんだけども、どん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 自分が高ぶっていくようなところが、この子は私に一銭と差し上げるときに、そういうものがみじんもなくて、それは、 私のものをあなたにあげるというんじゃなくて神の言葉が私を通して実現するという観点で渡したからその時ねどっちがリッチな人なんだろうと物質的には私の方がはるかに満たされてるし多くのものを持ってるけれどもどちらが幸せそうだろう幸せを感じてるだろうどちらが喜んで生きてるだろう この少年は神に愛され神を愛し神を喜んで生きてる。自分の知らない神というその創造主とつながるということがこんなにも人間の人生を前向きにするんだったら私もその神を知りたいということでそれからね奥地の方に井戸を掘るときにも道路を作るときにもまず一番最初にですねすることはね村の長老の許可を得るということです。 なんぼ社会主義の国になっても部族社会ですから、長老の許可を得ないと何にもうまいこといかない。ところが長老に会いたいって言ったらどこに行ったら会えるか。教会なんです。長老が教会の中で聖書を開いてメッセージしてる。そうこうしてるうちにどん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 引き込まれて、なんとね、エチオピアでクリスチャンになって、エチオピア人の姉妹と結婚してね、 まあジャイカの職員として世界中駆け巡ってそして最後私としゃぶしゃぶ食ったという「<laughs> いやー神は私のことを愛してくださってるから私は今のこの環境において人と比較する必要がない他の人と違う感受性を持ってるから」。 私のこの人格に一番いいところに神を置いてくださったんだ。ということで、ぶつくさ言わんと。大体いいね、あの、学校に進学した時ね、いい青春時代を過ごす人とそうでない人の違いっていうのはね、いい青春時代の人はね、俺はここでに何か出会いが待ってるんだみたいに思ってる人はね、やっぱりね、 イキイキしてますよだけどね、ほんま言ったら偏差値的にはもっと上の方行けたのに、こんな下の学校に何で行かないか。そういうふうにね、自分の受験の失敗を棚に上げて、今一緒にいてる同級生のことを下に見てるような、そんなんでいい友達が出てくるはずがない。まあ、置かれてるところで咲くということですよね。この エチオピアの少年から神に愛されて生きるって一体何なのか神に愛されて神を喜んで生きる人生ってこうなのかという見方を見せられたことがきっかけであったということなんですが皆さん私たちに対しても神は愛してらっしゃるのです。では神が本当に私のことを愛しておられるのだという証拠は何なんでしょう なぜそのように言えるのかそれが単なる思い込みではなく、紛れもなく神は私を愛しておられると、なぜ言い切ることができるんでしょうかこう書いてあります。私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子。神が私を愛してくださっているという証拠は、 神の御子が一つしかない命を私のために捧げてくださったということです。えー、まあ昔お話したことがあるんですけどマルチタレントの走りでねもうちょっと古い話ばっかりしてねもう若い人に申し訳ない大橋巨っていう人おったんですよ。わかる?「葉っぱ踏み踏み」ってわかる分かれへんやな。 イレブン pm で分かるもうクリシャンだよ僕その時クリシャンちゃうかったからシャバダバシャバダバしてたわけですよ。ねこのねあの大橋巨泉いう人ね巨人ファンで泉のようにアイディアが出てくるから巨泉って言うんですって、まあ、この人ね俳句の人でもあるんですここあの俳句の彼のね号ですよ。ね。 でで僕の役所好きじゃないです特に政治的には好きじゃないんですが、まあ、でもねまあマルチタレントというかプロデューサーでもあり作家でもあり司会者でもあり実業家でもありもうとにかく何でもかんでも、まあ、また成功するというそういう方なんですが彼はですね江戸っ子ですよ。でお父さんが高級時計の輸入書をやってたんですよ。 今でもあのアップルウォッチという素晴らしいものがあるのにそんなんかというもうあのこうスイスの高級なあるじゃないですか。ねえ出てけへんの <laughs> ロレックスやらなナイスカやらアイスカーやらあるじゃないですか <laughs> もう全然関心ないから僕は、えー、それでねその高級時計の買い付けのために時々アメリカに出張に てるのでアメリカの国の豊かさというのを見てるんですこのアメリカと日本が戦争することになった時ねお父さんが一言こう言ったそうです「自動車の国に自転車の国が喧嘩か打って勝てるか」っつってアメリカでマイカー持ってない人ほとんどいてない日本ではマイバイスクールっていうか <laughs> ねえ私なんか 自転車もないという取られてしまってですね <laughs> えほんま腹立つわほんでね <laughs> それをまたね口に出して言うので路上で町の人たちと大喧嘩でボコボコにされたりするということもあったんですがお父さんのはもうこれ宣見の目でね東京におったら絶対大空襲あうぞといよいよ戦況が危う,危うくなっていった時に 今のうちに東京を引き上げた方がいいからということで千葉の田舎に引っ越しをすするんですねそしてそのために一家全員が誰も失われることなく生き延びることができたんですが少年巨泉君にとってはもう本当に生き地獄の始まりだったそうですこの田舎暮らしってねあの自然だけ見てたらいいんですけどそこに住んでる人間 出来上がった人間関係の中によそ者が後から入っていってみんなに認めてもらうってねむちゃくちゃ大変ですよ大人も子供もしかもこの巨仙君はですねあの金持ちのボンボでちょっと,ちょっとね着てるもの違うんですよでなんか江戸っ子のちょっとしゃれた言葉を話し小生意気で 成績が優秀で何か他の子供が持ってないようなおもちゃ持っててこれね、もうね、もう一番ターゲットなの、これ。それで初めは悪口、陰口、物隠しから始まって、どん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 エスカレートしていって、掘られた穴に落とし穴で落とされたり、川に突き落とされたり、だんだんね、 命の危険に関わるようなで彼もね言ったらいい親に「こんなことされてる!」でもねお父さん仕事で忙しいしお母さんは非常に静かな人でご主人よりも散歩下がって後ろから黙ってついていくような典型的な昔の日本女性。昔の。<laughs> <laughs> ね。 そんなお母さんに心配かけたらあかんということでね、黙ってたんですが、とうとうね、足の方におられるんです。もうね、まっすぐ歩けない。こうやって引きずって引きずって引きずってきたときにね、お母さん全部お見通しで、またあの子か。そう言い残すと、姿を消すんですね。お母さんはその、 いじめっっっ子のててる家に行ってこうう言ったそうですもしうちの子に万一のことがあったらお宅の子供を殺して私も死にます、えー、日頃からギャーギャー騒ぐお母さんじゃないんですよ静かなでもねこのまま行ったらうちの子ほんまに危ないと思った時にね 相手と差し違えるような覚悟で飛び込んでいったんだ。田舎の出来上がった人間関係の中で、その有力者の家に乗り込んでいって、担架切ったら、それから後の人間関係ギクシャクするとかね、そんなね、計算吹っ飛んでるんです。そんなことどうでもいいと。あなたのお子さんも殺す。しかし私は当然、逃げも隠れもせず、 自分で自分に罰を下して死にますという短歌を切って以降、ピタッといじめがやんだんだ本気ですよ。その本気の覚悟が相手に届いて相手を黙らしたということなんですが、キリストはもっとすごいことをしてくださったんです。私のために、 ご自分を与えてくださったって書いてあるんです。このご自分を与えてくださったってどういうことかと言いますとね、ご自分の命を私たちの罪の身代わりとして与えてくださったってことなんですね。21節も読みしましょう。こう書いてます。私は神の恵みを無駄にはしません。もし義が立法によって得られるとしたら、 それこそキリストの死は無意味になってしまいまいすここでね「立法」という言葉が出てきますよね。簡単に言いますと神の基準です神の法律神が定めた基準神のルール日本国にも日本国のルールというのがあって法律と言います。それを破ったら犯罪を犯したことになりますので。 裁判で有罪判決を受けたら、罰を受けるんですね。しかし、もし懲役10年という罰であるならば、懲役10年を刑務所で勤め上げたら、釈放されるんです。もし罰が下っても、その罰を十分に受け切ったら、そこから自由になることができます。 実は創造主から離れた人間の罪の究極の結果というのはね、懲役10年じゃなくて永遠なんです。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、永久の地獄です。しかし永久の地獄であったとしても、誰かが代わりに その永久の地獄に匹敵する刑罰を引き受けてくださったならば、その罪を犯した当人が釈放されます。自由になるのです。私たちが罪の結果から自由になるために、イエス・キリストは一つしかない命を捧げてくださいました。なぜですか愛していたから。と言うんです。 愛というのは不思議なもので、自分が愛している人と自分が一体化します。自分が愛している人の成功が自分の成功のように感じられます。自分が愛しているこの受験の成功は自分が受験に成功したみたいに舞い上がります。もしかしたら本人より嬉しいかもわかんない。自分が愛している人が笑ってたら私まで嬉しくなる。 でも自分が愛している人が不幸になっていくのは、自分自身が不幸になるのと同じような重さがのしかかってくるんじゃないですか。神はあなたを愛したので、あなたが死後に永遠の裁きを受け、地獄に落ちていく,くということを、ご自分の不幸のように感じておられました。この愛の上に身代わりを買って出て、十字架にかかって、あなたの彼に死んでくださったというのです。 これが2番目です。3番目です。この方は、十字架にかかって死んだだけではなく、死後3日目に死を突き破って復活してくださったということなんですね。20節の1行目をご覧ください。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるからです。 キリストは生きておられるって書いてますよね。えー、これねあのー、詩的に読まないで欲しいんででしんす例えば皆さんがとっても尊敬してる人がお亡くなりになってその後でね自分の心の中に思い出として生きているという場合がありますよね。それと一緒にしないでください。 死んだっきりなんだけれども、自分の記憶の中には、脈々とその記憶が生きていて、そしていつでもその人のことを思い出すことができますという、そういう記憶の中に思い出が生きているという意味で、ここで生きてると言ってんじゃないんです。死んで、文字通り三日目に肉体を持って蘇ったということです。 この肉体を持って蘇って天に変えていかれたイエス・キリストはご自分を救い主として受け入れる者の,の中に聖霊、別名、キリストの霊の形をとって人の中に宿ってくださるって言うんですよね。復活のキリストが私のうちにおられる。とはそういうことです。これはどういうことかと言いますと死をも粉砕する 力を持つ方が私の中にいるそして私と共に戦い笑い喜びある時は共に泣きこの金子みすゞのねあの詩の中にねちょっとうる覚えなんですけどね私が寂しい,いや私が悲しい時 友達は笑う私が悲しい時母さんは優しくなるこれはよくあることですよ私たちが悲しんでると友達は何か励ましてあげようと思ってね楽しいことをいっぱい言ってくれるんですあるいは私が悲しい時にお母さんは哀れに思って何か 親切してくれるんですよねいつもよりもなんかすごく親切になるでもこの詩の最後の方に「私が悲しい時仏様も悲しい」って書いてあるんですこの人ねなんか偉大なものをね神と呼んだり仏と呼んだりもうごっちゃなんですよごっちゃなんですけどこんな人いてくれたらいいなというのはね私が悲しい時にはね励ます人を慰める人じゃなくて 同じ心になってくれる人。そんな人いません。だって、一人一人人格違いますよね。感性が違いますよ。感受性も違いますよ。だから私が何かものすごく悲しいことがあった時に、私が感じているような悲しみ方で悲しめる人ってね、他にいません。一人も。家族であったとしても。 ところがね、キリストだけは違う。私の心を手に取るより理解することができる。この私の内側にいるキリストは私が喜ぶときに、高原は喜んでるか、私も嬉しいよ。私が悲しんでるときには、高原よ、悲しんでるか、私も悲しい。まあね、先週ね、僕を。 ちょっっっととねがかかりすすること多かったでっもうほんまにねもうがっかりすることがねもう3つほど重なりましてねはあもうほんまねこの世は天国ちゃうなともう早く行きたいなといやもう死にませんから僕は <laughs> も,うもう自殺とかそんなに絶対しませんよしそういうタイプの人じゃないんですよじゃないんですけどねもうね イエス様も遅くないですかって言うはよ、ね、<laughs> 来てくださいや」みたいなね、えー、そんな気持ちその時にね「私もそう思うよ」というふうにおっしゃってくださっているような気がするんです、まあ、実はね皆さんあのキリストは私のうちに宿っているその理由っていうのはね私と一緒に戦うために来てくださっているんですよ はっききり言っておきますけどねクリスチャンになって罪許された後もね罪の性質残ってますから罪を犯しますもしクリスチャンになって罪全く犯さなくなったという方がいたらねそれはねクリスチャンじゃないんですそう書いてあるんですもし罪はないというならその人は自分を欺いておりって書いてあるから自分が罪人であるということを認めることができる人が、まあ、クリスチャンの第一歩ですよね ところがね、こう罪を犯すとね、何かこう神が私のことを怒って、私を責めてるように感じてしまうんですね。神は罪を嫌われますよ。でも、罪を犯している時に、供よ供よ悔やんで落ち込んでいる時に神は、罪は憎むけれども、罪を犯している私を責めているようには思いません。 そうではなく、私がなかなか乗り越えることができないその悪い習慣に、高原よ、一緒に立ち向かっていこうじゃないか。そのためにこそ私はあなたの内側に住んでるんだ。責めるためというより、一緒に二人三脚で罪をぶっ倒しに行こうぜっていう。何しろ私は死を吹き飛ばすような復活の力を持ってるんだ。私と一緒に 罪を倒しに行こうぜっていうふうにね、なんかそんなふうにお誘いを受けてるような気がするのです。そう思いますとね、勇気が出てきます。そしてパウロという人はね、この復活の死を肉眼で見た人なんです。私たちは残念ながらキリストの蘇りを見ることができないんです。しかしパウロという人は、 キリストの復活、復活した死を見て、ああ、自分が迫害していたイエスは実はメシアだったんだというふうに改心するという人物なのですが、そんな自分に対してキリストは憐れんでくださって、救ってくださった。そこで二十節もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。 今私が肉において生きている命は私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。彼はね神の御子に対する信仰によって今生きているというふうに言いました。あのこの世ではですね自分に自信を持てて言うじゃないですか。 皆さんはご自分に自信がありますかあの私ねその全くないわけではない <laughs> ちょびっとぐらいはあるように思いますでも大したことがない、えー、逆にですねもうこれだけは無理だよという何かこの自分の今の実力を上回るようなことをチャレンジされた時にいや私ちょっと逃げたい こう引き受けたら後で大変なことになるでもこれ逃げることはダメだめだでも引き受けたらまた困るまた寝られへんようになるとかいろいろ考えてですねえ躊躇することがあるんですけどでもやっぱりやるんですよねやる時ね自信があるからやるんじゃなくて自分を見たら自分が懐疑的になるんだけれどもでも私をご覧になっているキリストは。 私を通してキリストが力を発揮してそれを成し遂げるから大丈夫だとおっしゃってるなら、まあ、キリストがおっしゃってるんだったら大丈夫かなと思ってやってみるというそういうやり方です。自分の内側見て「よし俺にはこんな才能があるこんな実力があるこんな力もあるだからやろうぜ!」 っていうんじゃないですそれだったら自分の実力に見合ったことしかできません実力を超えてることなんだけどもでもキリストが「いや私があなたを通して働くから一緒にやってみようよ大丈夫だ」「キリストが大丈夫だ」っておっしゃってるんだったら「大丈夫かな大丈夫だよ大丈夫だ」と思ってやってみて「うわ、ん、こんなひどい目にあった!」でも終わってみたら「あ大丈夫やった」みたいな。 ずいぶん昔ストトレートな質問を受けました。自分に生きる価値がないと思った時には死んでいいですかそういう時には自分から目を離して「大丈夫だよ」とあなたの代わりに言ってくださる方に目を留めることですあなたの代わりに大丈夫だと保証できるような人間は 無責任な人間です。でもそれが神であるならば、真実な証言です。パウロは、今自分のガッツで生きてるというのではなく、ここまで私を導いてくださったキリストが私を義と認めてくださってるっていうんだから、義とされてるんだろうという信仰によって生きました。自分の自信に基づいてきたのではなく、 キリストを信じる信仰いやキリストの信仰で彼は生きていたのである意味で疲れ知らずであったのではないかと思いますそしてこれは全ての人に提供されている福音ですまず救われようではありませんかキリストは全部準備してくださいましたもしノーであるならば皆さんだけではなく神の恵みが無駄になると書いてます でも受け入れられるのであるならばその人は神の子とせられ罪を許され天国に国籍を持ちいついかなる時でもイエス・キリストのエスコートをしていただくことができ兄弟姉妹という素晴らしい地上の家族を持ち何があってもすべてが益とされていくような人生の中に入れられると語っていますぜひこのイエス・キリストを信じてください心からお勧めいたします